こういう調査用紙、皆さんお手元に用意していただいてるでしょうか。これからですね、ちょっと鳴き声で鳥の場合は識別することが多いので、音を流してですね、実際に調査したかの気分のように、記入していただけたらなというふうに思っているので、ちょっと準備していただけるでしょうか。そしたらまず、調査地情報とか記入していきます。サイト番号は S001 とか、これはあれですよね、事務局サイドから、あなたの調査番号は何番ですというふうに、送られてくるものなので、その番号を記入していただけたらと思います。それから、サイト名、今日はモニセントレーニングコースとか、なんとか、そんなような感じで。あと、調査主担当者はご自身の名前を書いていただいたりだとか、日付は、そうですね、今日の日付入れていただいてもいいですし、今回これから流す、音源は、今年の5月24日に、録音した音なので、それをちょっと記入していただいても構わないです。だいたいスタートしちゃってよろしいでしょうか。そうしたらこれからちょっと音を流しますので、実際に調査したと思って、A 区間、時間を変えて鳥の名前を書いていっていただけたらと思います。だいたい3分ぐらいだったかなの音源を、これから流してちょっと書いていただいて、その後、何がいたかとか、そのあたりちょっと解説したいと思います。うちのそばで撮った音源なので、1は一番ちょっとうるさい鳥はですね、皆さんのところにはいない外来種なので、ちょっとわからないかなとは思いますけど、それ以外は割と普通種が、いるので、わかる鳥も多いんじゃないかと思います。じゃあちょっと音源を流してみます。はい、スタートしますので書いてみてください。
はい、これで、終了です。録音の音だと結構平板に聞こえてしまって、なかなか実際に現地に行くよりかなり難しいです。ちょっと難しいなと思った方、現地に行くともうちょっとできると思いますが。それで、実際に、とりあえず奥の方で聞いてですね、書いたのがこんな鳥です。一番うるさかったのはこのガビチョウっていうやつなんですけど、これ、関東とか、東北だとか、九州だとかにしかいない鳥なので、なんだかよくわからない、なんか変な声がしたなと思われた方も多かったんじゃないかと思います。あと、ヒヨドリと、ウグイスと、メジロ、コゲラ、山柄とか、まあ、そのあたりがいて、あとはヒヨドリとガビチョウがまあ遠くでもいたので範囲外というふうにまあ丸してるというような感じになります。ちょっとそれぞれの鳥がまあどんな鳥なのかを今これから紹介しようと思います。これがガビチョウっていう鳥で、これが今全国の繁殖分布調査で調べている分布図なんですけれども、まあ、こういうふうに関東と九州にいる鳥で、声はこんな声です。もともと中国の方で、いた鳥で、それが日本に、輸入して定着しているっていう鳥です。どうして定着したのかよくわからないんですけども、まあ、説によると中国とかの人こう良いことをするっていうので鳥をこう離したりするものがあったりするので、まあ、そうやって話されたのが定着したんじゃないかっていうようなことが言われたりだとか、あとかなり声大きい鳥なんですよね。なので、まあ、日本で売れるかなと思って輸入したけど、日本の家でこう鳴かすにはちょっとうるさすぎるから売れなくて話しちゃったんじゃないかとか、まあ、いろんな説がありますが、こういうところで増えて今関東とかの雑木林だと一番声を聞く鳥の一つになってます。あとヒヨドリですね。これはどこ全国どこにでもいて、一番ウグイスとともに分布の広い鳥です。まあ、こんなような声で鳴いてます。それでこれがウグイスですね。もう本当に沖縄の方だといくつかいない島とかもありますけれども、それを除くとほぼ全国どこにでもいて、これここ標高分布を示してるんですけど、標高の本当に高いところまで、どこにでもいるというような鳥です。それでまあご存知ですので流すまでもないかもしれませんが、このホウホウケキョっていう声が、さっきもしたかなと思います。それでさっきは春の音なのでこういう方法提供でしたけれども、今の時期だとこういうチャッチャっていうこういう声で、今の時期だと鳴いてるのが聞かれます。それでもう一つ聞こえたのがメジロですね。メジロもこう分布は広い種で、ですけど、まあ、南方系の鳥なので、こっちの北海道の方は、数が少ないですし、標高の高いところも、少ない鳥です。こういうようななんかチュル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 って細かいさえずりをよく聞きますし、冬だとですね、こういうチーっていう声だとか、キリキリキリっていう声だとか、まあそんなような声を出すのが、聞こえます。どっちの声もさっきの録音には入ってたと思います。それからコゲラです。これキツツキの仲間で、これも全国に広く分布している鳥です。さっきの音源ではですね、結構遠くで、二声ぐらい鳴いただけなので、気づかなかった方の方が多いんじゃないかと思いますが、後でちょっと、復習でちょっと聞いてみますが、それでもちょっと聞き取れない方もいたかもしれません。いるかも。こういうギーギーっていう声で
鳴きます。あと山柄ですね。この山柄も割と分布が広くて、やっぱり南方系の鳥なので、北海道はちょっと少なめというような鳥です。これちょっとのんびりした声で鳴くんですが、あれさっきはさえずり入ってたかな？さえずりじゃなくて、この CCC っていう、こっちの声だったかもしれませんね。あとこういうニニニっていうような感じの声もよく出しますので、まあ、このあたりで、識別をするというような感じですかね。はい、それでじゃあちょっと流しながらですね、どこで聞こえたかというようなのをちょっとお話ししてみたいと思いますが、この今ピーピーピーって鳴いたのがヒヨドリですね、今も鳴いて、あとホウホウケキョがウグイスで、これがヒヨドリですね。今ちょっと遠目でちょっと鳴いたのがバビトで、今細かい声で今鳴いたのがメジロですね。ヒヨドリの後ろぐらいで鳴いてて、大きい声の方はバビトですね。これがメジロです。あ、鳴き止みました。あ、今、ビーって小ゲラの声が、またしましたが、僕の声と、見にくかった。この辺鳴いてるのはヒヨドリと、まあ、ガビチョウの声が聞いて、これはヒヨドリですね。これがガビチョウです。ちょっと CCC って鳴いてるのが山柄の声ですね。ちょっとまだ遠いですが。今、ニーニーニーって言ったのが山柄です。今も鳴いてます。はい。そんな感じですが、分かったでしょうか。はい。それで、まあ、次、この、さらに歩いていくと、環境が変わったりしますと、次は B コースの記録ということで、調査用紙に B というふうに書いて、その今の時間を、書いて、次の、記録に移っていきます。もう一回違う B コースの音を流しますので、また、追加で書き込んでいってみていただけますか。はい、ではちょっと流してみますので、書き込んでみてください。Thank you.
はい、あんまり鳥居の声しなかったと思いますけれども、聞こえたのがですね、まあ、オオヨシキリっていう鳥居の声が割とずっとしていて、あとちょっと遠くて、再生環境のによっては聞こえなかった方もいたかもしれないんですけど、カイツブリっていう鳥の、声がしてました。それでオオヨシキリっていうのがあのこの鳥で、沖縄の方には、いないんですけれども、本州の方では割とどこの足原でもいるような、鳥です。それで、この声ですね。一番あの音がよくしてた鳥が、オオヨシキリです。あとこれ以外になんか太い、うーっていう声がしてましたけど、それはあのカエルでして、あのウシガエルっていうやつで、あれは鳥ではあのないです。あともう一つ聞こえたのがこのカイツブリっていう鳥で、普通の鳴き声はこっち、よく声はこの声なんですけど、この声ではなくてですね、鳴き終わらないですね。こっちの声がしてます。この声がちょっと遠くでしてて、まあ、おそらくあの幼鳥の声だと思うんですけども、まあ、これがあのしていました。それでちょっと、まあ、もう一回振り返ってみますと、これがオオヨシキリですね。この低いやつがウシガエル。ちょっと遠くでカイツブリのピピピって声が聞こえるんですけど、まだちょっと遠いので、ね、あの最後の方にもうちょっと聞きやすくなってます。今騒音に紛れる感じでピピピって声が、といっても遠いですけど、今も奥の方で、
こんなような感じでですね、最後のまで行ったら最後の治癒量時間を書いて、調査終了、それで、少し休んでまた、2回目の調査をやるというような形で繰り返していきます。多分調査で、悩むことが多いのが、一つはその50メートルから離れてるのか、それとも50メートル以内なのかっていうところの判断が迷うんじゃないかと思います。それについてはですね、耳のいい人と悪い人の標準化するっていうところが一つ大きいところで、それで皆さん普通の人は大体迷ったら50メートル以内に入れたいと思うんですよね。なので、迷った場合は50メートル以内、明らかに遠いと思ったら50メートル離れてるっていうような、そういうような感じで、あんまり悩まずにですね、そこは判断して、記録していただけたらと思います。あともう一つ悩むことが多いのは、特に冬なんかだと鳥が群れで動いてたりするんで、そうすると3羽なのか4羽なのかとか、5羽なのか、7羽いるのかとか、そういうふうに数がよく分かんないっていうことがきっと、悩みどころであると思います。その場合はですね、確実にいる数を書いてください。5羽か6羽か7羽か迷ったら5は確実にいたってことですよね。 その5話をとりあえず書いてください。そうすると、今回調査だと6回調査を繰り返してますので、もしもっといた場合はどっかで、6話とか7話とかのが記録が取れるだろうということで、まずは確実にいた鳥を書いてください。鳥というか数を書いてください。それからあと、種名がわからないっていうのが結構あるかなと思います。今の時期だとつぐみの仲間の声がしたんだけど、赤腹なのか白腹なのかよくわかんないなというようなことがあると思います。その場合はつぐみ類1羽とかですね、そうやって確実に、識別できたところまでで構いませんので、記入していただけたらなというふうに思います。あとはどうしても鳥藪の中から声だけしてるだとか、そうやって識別に悩むこと多いと思うんですけれども、今バードリサーチの方ではこういうようなですね、ここに映してるような鳴き声の勉強の、サイトなんかを作ってますので、こういうのを、勉強してでちょっと勉強していただいたりだとか、今スマホが結構簡単に録音できるんですね。聞いた声をなんかピピピって鳴いてたの何ですかって聞かれても、こちら何ともお答えしようがないんですけど、そういうので録音していただけたらですね、周りの人とかも、それ山柄だよだとかですね、そういうことをお答えすることもできるし、事務局はどこまで対応できるかわからないですけど、事務局に送っていただけたら多分奥の方に回ってきたりとかもすると思いますので、そうやって録音だったら識別もすることも可能なので、分かんないときはそういうスマホだとか、あと簡単なIC レコーダーとかで、撮っておくっていうのが、いいかなというふうに思います。結構音が平板になって、音だけだとそれもこういうね、外と違ってこういう再生の音だと難しかったところあったと思いますけど、あまりそれで自信をなくさないで、ぜひ調査参加いただけたらなというふうに思います。こういうのだと本当に遠くからいろんな人と交流できる、新しい場になるかなと思いますので、うちでもこんな宣伝するとなんですが、バードリサーチ のウェブチャンネルなどもありまして、金曜日にセミナーとかもやってますので、そんなところもご参加いただきつつ、こういう実習なんかも、来年もこういう形になるのか、来年はもう普通にできるのかよくわからないですけども、来年もしこんな形でやるようだったら、もうちょっとやりやすいようにバージョンアップして少し成長したいなというふうに思ってます。はい、今日はどうもありがとうございました。